オンのクラウドエクリプス、ね、オン史上最熱ファンライドを発展させたのはもうこれエクリプス。皆さんこんにちは、こんにちは。ラントリップ代表の大森です、はい、今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます、はいはい、よろしくお願いします。今回ご紹介いただくシューズはこちらです、はい、オンのクラウドエクリプスですね。オンからまたまた新作が出てきましたが、オン史上最熱ということで、ね、42ミリのソールのシューズでございます。はい、まあ、気になってる方もね、はい、多いんじゃないかなと。多いと思います、はい、これは、うん、早速レビューをしていただきたいと思います、ね、どうなんでしょう、うん、って言いたいところですけど、どうなんですか。まあまず、はい、あの話の初めにこれをやっぱり出さないといけない、ね、サーファーで初めてこうクラウドフェーズっていう考え方をあの、うんうん、まあ、出してきまして、ドミノ倒し、ね、こうね、まあ、はい、穴がそうなんですよ、こういうになってるところですね、はい、最近はあのシューズはあのデザインからあの AI の最適化技術みたいなものを使ってるみたいなんですけど、まあそこからデザイナーが起こすって形でいうと、うんうん、まあこれサーファーの時もあの言ったんですけど、最新技術、初めてのオンのランニングシューズのサーファーに投入したっていうところで、僕はだからこれはいいとも悪いとも言ってないんですけど、まあ非常に売れてるみたいな、ね、技術のチャレンジっていうふうにおっしゃってましたね。そうそうそう、はい、すごいソフトな感じで、うん、まあファンライドなんですけど、そのファンライドを発展させたのはもうこれエクリプスです。いよいよ、はい、僕は初めてオンが欲しいっていう人は、はい、まずね、うん、スイフト、フライヤー、ストラトス、入門編はしっかりしたものから入ってみたい、誤解しちゃうと思うんですけど、こちらはねもうオンを知ってる方は最高にもうワクワクするシューズですね。なるほど、うん、今回私もモンスター以来、はいはいはい、ワクワクしながら走ってあのとてもいいシューズですね、はいはい、もうあの発表はされてたんですけど、はい、情報がもうかなりこうクローズになってて全然出てこなくて、急にこんなの出てきたじゃないですか、びっくりしたんですけど、うんうんうん、このやっぱりクラウドフェーズを使っているんですが、はい、このクラウドフェーズの良さはクラウドテックとは違って、ちょっとこう厚みをね出しやすい構造です。これはもうクラウドテックはもうゴムホース状の空間、水平垂直方向に潰れるって発想なんですけど、まあこれがオンだったんですけど、そうですね、そちらとは違ってフェーズはまあ違う乗り心地を、まあクラウドテックはずっと生きていくんですよね、うん、スイフトにもついてるし、ストラトスにもフライヤーにもついてて、うん、違う乗り心地をこう誘う感じで、縦流れについてるんで、うん、基本的にこうソール厚くすごいできるんですよね。できるわけですよね、うんうんうん、でこれもやっぱりドミノ倒しになってまして、はい、非常にですねシンプルに、まあ、熱いんですけど、うわ熱っ、最初、うん、熱って感じになって、はい、大丈夫かなと思うんですけど、これがまあ安定して、はい、推進力をめちゃくちゃ感じます。あ、そんなにプラットフォームが広くないので、そうですね、心配だったんですけど、非常に推進力を感じますね。もうクラウドフェーズとヘリオンのフォームがやっぱりソフトな感じに、うん、もうモンスター入れ変わってますので、以前は非常に硬くて、はい、少しこう歩いたり走ったり推進力は感じるんですけど、うんうん、若干こうソフトな感じがなかったんですが、はいはいはい、こちらはもう気づいて非常にソフトで、だいぶふわふわって感じですか。はい、ふわふわですね、はい、ソフトです。あの全然あの絶妙な硬さとソフトさが混じってて、ソフトサイドであることも間違いないです。だからもうあの期待してるクッションなんですけど、気持ちいい感じ、はい、ポイントはですね、サーファーと何が違うのかと、アッパーも似てるんですけど、全体的なアッパーの感じは似てるんですけどね、はい、でアッパーはなんですか、サーファーと同じぐらいの、うんうん、堅牢感、ソフトな感じに仕上がってるんですけど、一番何がこのサーファーと違うのかというとですね、はい、まあ、スピードボードがスピードボール、はい、うん、ついてるついてない、はい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 、全然違います。これだいぶ安定感、さっき、はい、あのプラットフォーム広くないけど安定感があるとおっしゃってましたよね。でこれだけ厚いとやっぱ不安定さって出てくると思うんですけど、うん、それをじゃあ補ってるのがこいつですね。そうなんですよ、だいぶなんか、ね、はい、肩くっつかりしていて、そう、で足がね、ね、こうやっぱりねじれていくのをこちらはあの許容するようにしてるんで、まあナチュラルライドなんですよね。だからまあちょっとこうベアフットナチュラルのような、あの普段履きに履いたり、少しショートランで履くと気持ちがいいシューズなんですけど、ここ曲がっちゃう、全然曲がんない、全然曲がんない、そうなんですよ、だからねじれないし、はい、着地してこうついていくときに、まあ人間の足が走ってると足がねじれるんですけど、それをもうコントロールする機能がついてまして、まあもともとここにあったオンのシューズ、まあ、石が詰まっちゃうんですけど、うん、ですけどこの中にあったここのプラスチックのところがスピードボードだったんですよ、 そうですよね、はい、この構造から、まあ、うん、なんか一周回ってあのシャンクになってますけど、うん、こうするとあの石が詰まらない、はい、そうですね、そう、石詰まらない構造になりました。なのでやっぱりあのシューズには安定感を保つような構造がもうマストで必要なので、どちらかというとやっぱりこちらはショートラン、サーファーね、エクリプスは楽しいランニングができますので、まあ、ロングでもショートでも全然走れます。ですけど何度も言いますけど、
しっかりしてるタイプもあるので、はい、こちらはもうファンライド、うん、もう本当オン知ってる人がこれこれっていう感じ の、 なるほど、うん、あのシューズになるのでっていうのもちょっとアッパーがですね、はい、やばいので、うん、若干だからまあストラトスとか、はい、スイフトのなんかみたいなこうしっかりとしたフィット感がないんですけど一番大きなポイントはまあこのスピードボードって言いましたけど、はい、フェーズとクラウドテックの違いで乗り心地が全然違うんですよ、うん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 、乗り心地もう本当車に乗ってるみたいに違います、はい、こちらはもう本当少し固めなんですけどボンってご経験あると思うんですけど、はいはいはい、クラウドテックって水平垂直に潰れるの で、 そうです、ね、推進力をものすごい強く感じるんですけど、うんうんうん、やっぱりフェーズはそこは自然になるほどですけどソフトな感じとクッションがこうまず印象に残って推進力はもう自然に出てる感じスムーズにいくって感じですかねドミノだから明確にそうですもんねこの穴の形状的にそうなるよなって感じ、ね、こっちの方がもう推進してますよって、ね、クラウドテックはもう推進してますよって感じじゃないですか、はいはいはい、パーンっていく感じで、まあ、それも好きなんですけど、うんうん、新しいオンのスタイルっていう感じがしますね、はい、なるほどですね、うんはい、どういうシーンで藤原さんと使われますか僕はもう本当だからあの気分が乗らない時のジョグとかあそういうやつ、ね、あのロングランも使いたいなと思います、はいはいね、全然ロングランでも履けそうですね、はい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 、で少しこうペース上がってくるので、うんうんうん、やっぱりこう気分が乗らない時とか、はいはいはい、少しあのテンポ上げて走りたい時にはすごくいいので、うんうんうん、まあなんとなくですけどちょっと正確にはそうとは言えないですけど、まあ、最近増えてきてるスーパートレーナー的な、はい、あの40ミリ以上のスタック履いてるし、まあ、あの何でも使えるようなスタイルになってきてるような気がしますね、はい、気になるのはやっぱモンスターとの差というか違いというかどっちかあればいいの か、 なんか使い分ける手段があるの か、うん、なんかその辺ってどうですかこれはねモンスターがどっちかですけど、うんうん、乗り心地がもう全然違いますモンスターは本当もうクラウドテックの感じで、うんうん、あとはねもう一つはやっぱりアッパーはモンスターの方が前足部が広めですね、うん、なるほどね、はい、もう非常にこうゆったりとしたラストになってて、はいはい、少しこう華奢な感じはモンスターとやっぱりこう用途は被るのかなと、うんうんうん、ポップなファンライトなんでですけど、うん、プラットフォーム前足部はもうモンスターの方が全然広いので、まあ、そのあたりあの接地感などが変わっていきますね、こういうちょっとストラトしかないですけどこういう感じのボンって感じのだったんですけど、うんうんまあ、その辺がちょっと違いますこちらあのかなりプラットフォームが絞られてるんでこれも AI が割と細身って感じなんですかねそうですねすっきりしますね、まあ、ただエンジニアドメッシュになってますんで、はいうん、あの足なじみはありますけどね、そうですね、うんはいまあ、あの構造的にも全体的にこうあのやわですけどこうガセット状にこう中がねこう縫われた感じで見た目のこの柔らかさよりも中 の、 あのターンはですねしっかりしますのでなるほどなるほど靴の中に入るとピタッとする感じですそういうことですね、うん、なんかそれを聞くとより一層あのオンをやっぱり履きこなしている方たちのそうです新しい、はい、もうおもちゃとしておもちゃおもちゃおもちゃあそうそう新しいおもちゃ新しいおもちゃこれは履かないとなるほど本買ったれない感じですすごくいいですねなるほどですね、うんまあ、今出てきてるこう価格落としたもの、はい、GO とかね、うん、ランナーとかを揃えるよりはもう思い切って、うんうんはい、もう一足持ってる人は GO とかランナー持ってる人もこちらにアップデートしていただいてもいいですしそうですねなんかあの履き分けとしてはやっぱり、うん、あのモンスターとエクリプスっていうよりは、うん、もうオン入門した方がぜひ次これを履いてほしいですね、はい、非常にね熱感で分かると思うんですけど、はい、見てる方は、はいね、すごくいいですねいいですね、はい、なるほど、うん、はいありがとうございます、はい、ということで、今回ご紹介いただきましたのはオンのクラウドエクリプスでございました藤原さんありがとうございます、はいはいこの動画が面白いと思っていただけた方ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いしますシューズの詳細は概要欄にも貼ってますのでぜひそちらからチェックしてみてくださいコメントもお待ちしてますではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。